それでは患者様の声ということで、はい、今日はよろしくお願いします。この治療に来るまでどんなお悩みがありましたか？僕は結構の仕事柄足を動かすことが多いので、うん、結構下半身の疲れとか足の裏のだるさとか、うん、結構そういうふくらはぎのなんか、まあ、体の重さとかそういうの結構ありましたね、うん、そう上半身はなんともないけれども、ね、下半身がとおっしゃってましたもんね。そうですね、うん、下半身結構きつかったですね、うん、そういう症状に対して今まではどのようなことをされてきましたか？まあ、今まではまあ僕結構専門学校卒業、うん、体育系の専門学校卒業してきたので、うん、まあ、ストレッチですとか、うん、まあ、なるべくお風呂に 長めに入るとか、うん、そういうことで少しでも血流を良くして体の重さを軽減というか、うん、そういうのはしてましたね。あ、うん、ですね。その結果はどうでしたか？やっぱりそのストレッチとか、うん、そのまあ、お風呂に長く入るとか、うん、やっぱり効果、まあ、もちろんなかったわけじゃないんですけど、うん、やっぱりすぐその、まあ、30分とか経っちゃうとすぐにまた重みというか、うん、そういうのが結構出てきてしまうので、うん、あんまり効果についてあんまり意味がなかったのかなっていう感じですね。うん、まあ、血行を良くするのはね、うん、いいことなんですけど、そうですね、やっぱすぐ戻ってしまうということです。そうですね、うん、でそれで当院に来ていただいたんですけども、問診とかカウンセリングとか治療はいかがでしたか？うん、いやそうですね、まあ、問診については事、まあ、細かにいろんなとこの、うん、まあ、ところ聞いてもらったので、その普段よりも他の治療に行くよりもいろんなことに答えることができたんで、それに合わせて治療してもらって、うん、そうですね、針とか、うんうん、あとはまあお灸とかもやってもらって、結構、うん、今は結構体とか軽い感じですね。良、うん、かったです、ありがとうございます。はい、他のそれこそ整骨院、うん、鍼灸院さんそうです、ね、とかにも行ったことあるとおっしゃってたので、うん、そちらの方と比べて違うところはありましたか？そうですね、僕がまあ今まで行ってたところが、うん、結構その機械を使って電気を通すとか、うん、そういうのは結構やってて、うん、なんで体の組成ですとか、うん、まあ、骨盤の歪みとかそういうのを直すのはあったんですけど、うん、なんかメインがその電気を通すとかがメインなので、うんうん、その実際にまあほぐしたりとかそういうのがメインではなかったので、うん、結構まあその電気が使うとか使わないとかが結構違うかなっていうのはありますね。うん、あ、そうですね、ちょっと遠いな、電気は使わない、うん、あ、そうですね、ようにやっております。はい、はい、じゃあ同じような症状で困っている方いらっしゃると思うので、うん、その方に向けてメッセージがありましたらぜひお願いします。まあ、ここに来ればその針とかお灸とかでその体の軽さとかも出てくるし、実際まあ僕以外にも悩んでる人がたくさんいると思うので、ぜひここに来ていただいて直していただければなと思います。ありがとうございます、はい、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。